川大輝は大流行しているカップヌードルの禁止を発動。その将軍の誤解を解くため、松前藩から三船陽が、鶴見藩から源氏が江戸城に向かったのであった。私も同じこと考えてた。カップヌードルミートだよ、うん、お口に合わぬ時は張り切って終わり。春たちおろせるわ。さすがね、タイミング完璧。やっぱり楽しいわ。